どうも、あいちです。今日は8月31日に今撮ってね、投稿してると思うんですけど、まあ大体の方が夏休みがこう、まあ8月いっぱいって方が多いと思うんですよね。まあちょっともう始まってるよって方はごめんね、申し訳ないんですけど、まあ明日明後日土日入っちゃうんで、実際9月3日からにはなるんですが、夏休みが終わりましたと。で、自分の中でちょっと夏休みの振り返り、まあ、反省とかも含めて振り返りをしていきます。ちょっとそれを話していこうと思うんですけど、ぜひ、まあ、この動画きっかけじゃなくても構わないんですが、みんなにも、夏休み自分のね、やってきたこととか振り返ってもらって、で、それで、まあ、一個振り返って、そうだったなって一個ね、こう確認して、9月以降、特に受験生なんかはまた一個ね、ちょっとスイッチを切り替えて、頑張んなきゃいけないところになりますので、そのきっかけになったらね、嬉しく思いますので、まあ、よかったらね、最後まで聞いてみてください。で、実際ですね、まあ8月、まあ7月と20日ぐらいから40日間夏休みやってきて、で、振り返るときにですね、すごく大事なことが自分の中であるんですけど、それが、いいことと悪いこと、両方ともちゃんと確認するっていう。どういうことかっていうと、振り返るときって、基本的に反省とか後悔のがしやすいとかね、思いつきやすいんですよ。特に学生のうちって。特に後悔のが大きいかな。できなかったとか。そう。で、もちろん大事です。反省後悔っていうのは大事なんですけど、できたこととか、その、達成できなくてもね、ある程度頑張ったこと、これはやったよね、みたいなこともちゃんと確認してあげないと、反省後悔だけで見ちゃうとね、その期間が全部ダメだったものみたいな印象になっちゃうんですよ。そうすると、自分がやってきたことが無駄だったみたいな思い込みに行っちゃって、すごいね、そのもったいなくなっちゃう。その頑張ったことがあるはずなのに。そう、だから、みんなが振り返ってもらうときには、ぜひ、セットで振り返ってみてください。じゃあ、まず自分は良かった方、頑張った方からいきます。で、まあ、自分が一番頑張ったのは、今、サクッとシリーズっていう一問一答の中学歴史のね、シリーズを毎日投稿してるんですけど、で、それを夏休みに始めて、で、夏休み中、この40日間、毎日投稿するって決めたんですよ。で、それを達成できたこと、そう、が、まず自分の中では、はい、自分頑張ったっていうところだと思ってます。で、まあ、正直、その他の YouTuber さん毎日投稿とかされてて、すごい編集をしたものを毎日投稿されてる方いっぱいいるんで、もう自分なんか申し訳ないんですけど、あれ、サクッとなんて1時間半とか2時間で作れるので頑張れば。そう。でも、やっぱスケジュールがちょっと結構、夏休みカツカツだったのと、まあ、韓国行ったりもあったので、結構、その朝投稿したいから、その前に作っとくんですけど、間に合わなくって、深夜の2時から作り始めて、まあ、3時4時に終わって、ちょっと仮眠して朝投稿するみたいな日も結構あったんで、まあ、そういったとこも振り返ると、まあ、よく頑張ったんじゃねえかなと思ってます。割と、そんな再生数ね、めっちゃバーンと言ってないですけど、結構、ありがたいですって、時間短くね、復習できるんで、助かってますって言ってくれる子が多かったんで、よかったかなと。頑張れたかなと。まあ、その頑張れたのはね、そのみんなが言ってくれるコメントとかも励まされたのもあったんで、本当ありがとうございました。で、それに関しては、ちょっと9月から毎日投稿できるかって言うとまだわからないんですけど、まあ、あと今歴史が3分の2ぐらいは終わったので、あと3分の1で早めに終われるようにやっていきますので、よかったらね、これからも使ってみてください。で、じゃあ反省と後悔の方なんですけど、これはね、いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、一番は、その、数3と、中1の英語の取り直しを、まあ、やってたメインでね、やってたんですけど、これを多分一本も取れてないです。こう、夏休み中。板書を作る時間が本当に確保できなくって、で、まあ、板書、そこが一番時間かかるんですよ。板書を書く、作るのが一番かかって、で、板書書くのにも結構かかるんですけど、で、その、板書ホワイトボードを使った動画っていうのはほとんど上げてないです。多分時事問題しか上げてない。そう。っていうぐらいな感じ。で、もともとそうなるだろうなとは思ってたんですけど、週1ではね、最低取ろうと思ってたの。自分の中では。ホワイトボードを使ったどの数3か、時事か、英語かわからないけど、それができなかったんで、それは反省ですね。で、これは、時間管理ももちろんそうなんですけど、自分のモチベーションのところもすごい関わってるので、いや、もちろん下がってたとかね、もうそのなんか、やりたくなかったとかそういうわけじゃなくって、疲れちゃってて、なんかね、もうそっちまで回らなかったんですよね。そう。っていうのがやっぱり一番かな、はい、と思ってます。で、まあそのね、みんなも反省とか後悔があると思うんですよ。で、自分も結構そのなんか反省後悔がいっぱいボーンって思いついちゃって、ああ、もう自分ダメじゃんみたいな感じになっちゃってて、正直、数日前とかなってたんですけど、でもやっぱりね、その、ダメじゃんで終わっちゃったら意味がないと思うの。反省も後悔もいいんですけど、それをじゃあ後に活かすかどうかが大事なわけよ。活かせればさ、自分にとってプラスになるための、まあ、きっかけというか、そのプラスになるために、その反省効果があったんだと思えば、まあ、プラスになってるじゃん、結果的に。
でも、その反省後悔して、あ、やっぱダメだったわ俺、とか、あ、ダメだ私、で終わっちゃったらさ、やっぱもったいないなって思って、それを喋りたかったし、みんなそういう姿を見せたかったから、と、ちょっと切り替えて、もう後悔ばっかしてたからさ、もうダメだ俺って思ってたからすごい。ちょっと待てと思って、一応そういう風に考え直して、で、9月からもう、まあもちろんちょっとスケジュールちょっと厳しくってね、なかなかいっぱい撮っていくってことが難しいかもしれないですけど、でも、ホワイトボードを使ったちゃんと動画ね、で、ちょっと違うシリーズも今始めようと一個、思ってるものがあるんで、それも始めようと思ってるんですけど、まあそんなとこも含めて、やっていきますんで、ぜひ、みんなもね、夏休み、ああ、全然勉強できなかったとか、当初のね、ここまでやろうと思った半分しかできなかったとか、いろいろあると思うんですけど、でも、特に受験生の方なんて、ゼロじゃないと思うの。40日間、1分も勉強してないってないと思うんだよね、ほとんど。特にこのチャンネル来てくれてる子なんかは、と思うんだよ。だから、そのね、自分が100行きたかったのに、50とか40しか行けてなかったとしても、まず、40、50、行けてることはちゃんと認めてあげよう。言ってるんだから、ゼロじゃないんだって。それは大事。ただ、じゃあ40、50しか行けなくって、残り50、ね、60行かなきゃいけなかった。なんで行けなかったのかなって。それが、モチベーションなのか、時間管理なのか、例えば勉強の環境なのか分かんないけど、いろんな要素があると思う。それを、いろんな面ちょっと分析してみて、直せるところは直していこう。自分の勉強机今綺麗ですかって、いろんな漫画が置いてあったり、勉強するときにすぐスマホが目の前に置いてあったりとか、LINE が鳴ってませんかとか、いろいろあると思うの。要因としては。だから、直せるものは直していって、でも、8月はもう一回今日で終わったから、ね、頑張ったって、反省点はあったけど、頑張ったで終えて、明日からの9月から、ぜひね、切り替えて、まあ俺もね、みんなもそうですけど、お互い頑張っていけたらと思います。